全て燃やせば終わる。怒りに任せて全てを壊してしまえばいい。今はその力がある。この力で俺は邪魔をするな！主人様は本当に全部が嫌い？なんだこの声は。私たちとの旅は無意味なものだったのですか？旅？初めはとても怖かった。この人も私を物のように扱うのだと思った。でも大切にしてくれた、慈しんでくれた、本気で叱り守ってくれた。だからこの人のそばにいると誓った。ヒーローはね、生まれた時からずっとご主人様に育ててもらったの。楽しいも面白いも荷馬車も全部ご主人様がくれた。ヒーローの大好きなもの全部くれたの。頑固で人の話を聞かなくておちょくってばかりで、でも約束通り守ってくれたことと、私を王女でなく一人の人間として扱ってくれたこと、嬉しかった。そうだ、俺は旅をしてきた。大切で絶対に守ると誓った仲間と。ナオフミはむっつりして何考えてるかわからないことも多いけど、私たちを大切に思ってくださることちゃんと伝わっています。大好きだよご主人様。だからご主人様の嫌な気持ちヒーローが食べちゃうね。ナオフミの苦しみ精一杯受け止めるわ。ナオフミ様の悲しみ私が断ち切ります。私はナオフミ様の剣ですから。ご主人様、あんまり手間かけさせないでよね。すまない、俺はまたお前たちを。間違っていません。ナオフミ様の選んだ道は、私たちの旅は間違っていません。ラフタリア、ご主人様の嫌な気持ちヒーローが何度だって食べちゃうから。フィーロ、分かったらすぐに作戦を立ててよね。まだ戦いの最中なんだから。分かったメルティ。